宮本武蔵たちが攻めてきた理由はまたしても奇妙な誤解だった。立て続けに起こる騒乱に英傑たちは確信を得る。一連の騒ぎは玉物前や奪旗の仕業に違いない。英雄たちは連携して大規模な捜索を行ったが、彼女たちの所在はつかめないまま虚しく時が過ぎた。そんな折、義織田連合のもとへ蜀徳川連合からの旧使が現れる。牛頭山に玉物前の姿あり。旧使はそう告げ、曹操に助力を求めた。彼の地には高騰が先行し、様子を探っているという。今こそ玉物前を追い詰める時。曹操たちは牛頭山へと軍を進めた。思ったより敵が多いですわね。宝刀殿はどこにいらっしゃるのかしら。すでに敵に見つかった可能性もあります。急ぎ安否を確かめましょう。うん、行くぞ。宝刀とそして玉物前の行方を探すのだ。敵が集まっておるようだ。北西砦で宝刀様が苦戦中です。何卒お助けください。分かった。急ぎ宝刀を救出するのだ。自分は任務中の身。良い働きを見せてくれた。玉物前様のところへは立てねえ。邪魔ですわ。そこをどきなさい。砕いてくれよ。おい、誰かいないのかい。
ここで口当てろ。
なんとか蜀と徳川軍を退けましたが、誤解を解くには至りませんでしたな。あの宝刀は一体何でしたの？私たちを偽物呼ばわりするなんて。奴を倒した時、尻尾のようなものが見えた。あれはあやかしの類であろう。そうだとすれば、やはりこれも
賜物前の策略なのでしょうか。うん、賜物前が見つかったという情報自体偽であったと考えるのがよかろうな。そういえば気になる報告がありました。東卓殿と炎章殿が交戦を開始したとか。これも賜物前の策かもしれません。急行し争いを止めた方が良いかと。ならば神王殿にご助力いただこう。炎章も東卓もわしの説得などは聞くまいが、神王殿ならば望みもあろう。確かに神王殿は戦界の方、彼らとて耳を貸すかもしれませんわね。承知しました。では神王殿へ協力を依頼いたします。うまくいったわ。うん、よくやった。お見事ですわ。任務成功だな。東卓殿、信じがたいことが起こりましたよ。あの炎章が巨匠に攻め寄せたそうです。なに、巨匠じゃと。炎章め、わしの地に土足で踏み入りよって。訳した平和がこうもたやすく破られるか。ふん、自尊心の強い炎章のことだ。誰かにそそのかされたのかもしれん。この辺りで教育しておいた方がいい。くだらん騒ぎを起こす無能な。わしに盾つく者に容赦はいらん。炎章どもめひねりつぶしてくれるわ。